を取る。蜂蜜を…なんだなんだなんだ、どうしたどうした、何が起こった、危ないぞ。あれもしかして山頂カラカサでは、山頂こぼれ落ちる大和なでしこ、花子とイグサ、妖怪です。今回紹介する妖怪はカラカサ小僧さん。みんな一度は見たことあるでしょ。なんとこの妖怪、この度ゲーム界を代表するビッグタイトルへの出演が決まりました。みんなわかる？なんとあのモンスターハンターライス。今回登場する新モンスターのデザインは滝夜行の妖怪からインスピレーションを受けているのだよ。いよいよ時代が妖怪に追いついてきた。嬉しい。ということで今日は見事ゲーム出演を果たしたカラカサ小僧さんを紹介していくよ。まず私が見た姿はこんな感じ。和傘の絵が一本足に見えるんだ。あと畳むと浮き出る一つ目と長い舌も特徴だよ。カラカサ小僧の姿は古いものだと室町時代の百鬼夜行絵巻に書かれているのだけれど、具体的な伝承が少ないため時代によっていろいろな姿で書かれているの。今の姿に近くなったのは江戸時代以降かな。ものの妖怪としてはかなり有名で、江戸時代にはカルタなどおもちゃに登場して人間たちに広まっていったんだ。ねえねえ、つくも神って知っている？つくも神とはものに魂が宿った存在。カラカサ小僧さんは古くなった傘のつくも神なのではないかとも言われているの。ハードっぽい。物に魂が宿るという考えから、昔から日本では物を捨てるときに、ありがとうという気持ちを込めて供養する風習があるんだ。使えなくなった物にも一つ一つ、感謝の気持ちを忘れないでいてほしい。この時代の人間たちよ。さて人間、この時間が来たよ。よく考えてほしいんだ。雨宿りをしていて美女に渡された傘がカラカサ小僧だったら、あなたは使う？それとも捨てる？教えて、現代の人間たちの思い。妖怪を知りたいよ。前回紹介したコロポックルちゃんのアンケート結果が出たよ。姿を見られることを極端に嫌がるコロポックルちゃん、もしもあなたのそばにコロポックルちゃんが来たとき、姿を見たいか、それとも見ないでいてあげるかという質問なのだけれど、さてどうだったのでしょうか。ちょこ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 でで意見が割れに割れて、ギリギリ見ないでいてあげる。なるほどね。我慢できるかな、我慢できるかな、人間ってやつは。この後ツイッターでカラカサ小僧さんについてアンケートを行います。ブージャンプレイにはさらに豆知識を添えてこうし、さあお待ちかね、
モンスターハンターライズでカラカサ小僧さんをハントしに行きましょう。花百均ご案内いたしましょう。でも私この道これ出たんだ。見切ったぜ。スタミナに注意。わかりました。あ、なんかキラキラしたの落ちてますよ。キラキラは好き。いたばばばば。アイテムスライダーなんかショートカットキーがさっきからなんかびっくりすると押しちゃう。さて突っ込んできてもらおうか。クッ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 ク。頭をやりたい。頭をちょっとなんで足ばっかり。いない。クックックバカめここに私をやったが最後だ。うおい、頭カチンカチンしてない。よいしょ。またちょっと遠くにね、遠くにせこい作戦に行きますよ。いましたー。バカめ、ここ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 バカめ、ほほほ。いやーもう楽しい。あれ、ところでカラカサ小僧さんいた？みんなわかった？実はさっきの超絶かっこいいモンスターあ、で、今回の出演に際して鶴と一体化した超スタイリッシュなデザインになっているのだよ。名前も山頂アケロシルム。名前もかっけえ。さすがカプコン。さすがプ。そして本作への起用についてカラカサ小僧さんからスペシャルなメッセージをいただきました。読み上げます。まるでゲリラ豪雨で佇んでいたら美女にこれ使ってくださいと傘を忘れ傘を、それはそれは美しいテカリのある絵の部分がとても艶やかに光ってその曲線美をとのことです。その傘使ったのかな。あ、ちなみにその傘を渡した美女は私ではありません。ハンターライフ楽しんでね。この後ツイッターでカラカサ小僧さんについてアンケートを行います。ブージャンプレイにはさらに豆知識を添えて更新しているよ。そちらもぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。